こんにちは、うけつと申します。この前、おもちゃ屋さんで古いゲームを買いました。こちらです。良い子の楽しい遊び詰め合わせ。あんまり楽しそうな顔じゃないですね。それでは、開けてみたいと思います。お歳暮、爪集め、泣き子選び、三人母、全部聞いたことない。それじゃあ、爪集めから開けてみたいと思います。え、呪いか何かかな。タンスですね。え、爪、これどうやって遊ぶんだろう。説明書が入ってないですね。ん？あ、ありました。緩衝材を兼ねてたんですね。これは4人で遊ぶゲームです。まず1番手を決めます。1番手がサイコロを振ります。出た目の数だけタンスから爪を抜き取ります。2番手以降も順番に同じことをします。より多くの爪を獲得できた人が勝ちです。なんでそんなことするんだろう。しかし、2周目以降新たなルールが加わります。それが、矢倉人形です。矢倉人形って、これのことかな。矢倉人形を置きます。1番手が再びサイコロを振ります。出た目の数だけ爪を抜き取った後、その数だけ矢倉人形を時計回りに回します。矢倉人形が来た人は、持っている爪をすべて没収されます。矢倉人形からうまく逃げながら、子供たちの爪を取り返しましょう。よくわからないな。次は、三人母をやってみましょう。また変なの入ってる。赤ちゃん？またサイコロですね。清花こと。絵が書いてあります。ん？え？やぐら？このゲームは3人で遊びます。まず1枚ずつ札を取ります。清花こと、これはゲーム内でのプレイヤーの呼び名です。赤子人形を置きます。清花ことは3人ともこの子の母親です。3人とも？カードを配ります。このカードは赤子を守るための道具です。サイコロを用意します。このサイコロは赤子に降りかかる災難を意味します。例えば、蛇の目が出たら、蛇を退治するためのカード、担当を素早く出します。一番早く出した人が勝ちです。他にも、病の目には薬、雨の目には傘が対応していますが、矢倉のカードだけは絶対に出してはいけません。一度でも出してしまうと、即刻ゲームを終了しなくてはいけません。矢倉強いなぁ。最後は、泣き子選びですね。何？何なんだろう。どの子供が泣くか、賭けます。なんでそんなひどいことするんだろう。ん？なんだろうこれ。この遊びはある実話をもとにしています。実話？インターネットで調べてみます。矢倉、爪、あれ？このサイトに何か情報がありそうですね。江戸時代の歴史を研究してる人のホームページみたいです。矢倉物語。
なんだろう。ちょっと読んでみましょう。江戸後期、清という名前の女性がいた。清は現在でいう多重人格者であった。彼女は自分の中に清、花、琴という三種類の人格を有していた。19の年、清は子供を産んだ。父親は子供が生まれる直前に蒸発したという。先天的に右手の爪が一つもなかったことを除けば、子供は至って健康であった。清、花、琴の三人は、性格は違えど皆子供を愛していた。しかし、多重人格者に対する知識も理解もなかった当時、清に対する風当たりは強かった。情緒の安定しない清に子育てはできないと判断した遠縁の親戚が、半ば引き離す形で清の子供を養子に入れた。子供を失った清は悲しみに暮れ、何年も何年も泣き続けた。そして自らも気づかぬうちに、四つ目の人格を生み出していた。それが、矢倉であった。矢倉は夜になると街を這い回り、子供を見つけては襲いかかり、右手の爪をむしり取った。なぜそのようなことをしたのか定かではないが、おそらく爪のなかった我が子への気がかりがそうさせたのではないかと私は考えている。いつしか、清も花も琴も矢倉に飲み込まれていた。矢倉の噂はたちまち町中に広がった。皆矢倉を恐れ、憎んだ。特に我が子を襲われた親の憎しみは激しいものだった。皆、矢倉を退治しようと躍起になった。複数の町人からの報告により、矢倉の住処が特定された。早速、四人の役人がそこへ向かった。家の中には古いタンスがあった。タンスの中には子供のものと思われる大量の爪が入っていた。夜明け頃、家に帰ってきた矢倉はその場で捕らえられた。矢倉が捕まったという知らせに町人たちは安堵した。それと同時に矢倉の正体が清という女性であり、彼女には一人の子供がいたことが話題になった。当然、その子供は今どこにいるのか、という話になる。凶暴な化け物の子供を野放しにしては危ない。即刻、牢屋に閉じ込めるべきだと町人たちは騒いだ。そこで役人は、清の子供には右手の爪がなかったという情報をもとに、清の子供を探し回った。結果、三人の子供が候補として上がった。両親たちは、我が子は清の子供ではないと主張した。清の子供とあればどのような扱いを受けるかわからない。当然の反応だった。そこで役人は一計を案じた。三人の子供の前に矢倉を連れ出し、目の前で彼女を痛めつけるのだ。実子であれば母親が苦しむ姿を見て泣くだろう。ならば泣いた子供が矢倉の子供であるという理屈だ。さらにその様子を町の広場で公開するというのだ。江戸はその話で持ちきりとなった。中には三人のうち誰が矢倉の子供かで賭けをする者まで現れ、一種のお祭り騒ぎになった。そしてついにその日はやってきた。多くの見物人たちの前で年端も行かない三人の子供は首に枷をはめられ晒し者となった。矢倉が連れ出された。二人の役人が矢倉を槍でつつく。見物人たちは騒いだ。賭けをしていた者たちは、目当ての子供が泣くかどうか息を呑んで見つめた。しかし、子供は誰も泣かなかった。仮に三人の中に清の子供がいたとしても、生まれてすぐに親戚に引き取られたのだ。母親の顔など覚えているはずがない。一向に泣かない子供に、町人たちは豪雨に癒した。ある者が子供に向かって石を投げつけた。それをきっかけに、多くの石が子供たちに飛んだ。三人は皆泣き出してしまった。その時だった。矢倉は役人を振り払い、石を投げた者に襲いかかった。矢倉は怒りとも悲しみともつかない表情で、町人たちを睨みつけた。そしてそのまま、近くの川に飛び込んだ。三日三晩捜索がなされたが、結局矢倉は見つからなかったという。
なんでこの話をゲームにしたんだろう。